とにかくやること自体が本当フィギュア作るのも大変なんですけども、今回まあ約120センチぐらいのとんでもない長いもので、うん、1点だけ作るんだったらすぐできちゃうと思うんですよ。本当にあの特撮用のやつみたいな感じのイメージで、まあ、それも大変だと思うんですけど、まあ、これを量産するっていうハードル、うん、これがやっぱでかくて、でさらに言うとその原型ですよね。今あの 3D データも発達してるんですけども、うん、まあ、非常にいいもの作れるんですけど、まあ、多分皆さんテレビ見てるのはこうフィギュアぐらいを削り出す機械を見たことあると思うんですけど、120センチのものを削り出すって、まあ、ちょっと考えられないようなことを今やろうとしてるので、うん、まあ、空気みたいなものとか、うん、そのソフビみたいななんかスカスカのものは作りたくなかったんですよ。なんかこう安くて手に入りやすいっていうのが、まあ、一番いいのかもしれないけど、でもそれでもすごいおもちゃっぽいよねっていうよりは、多少高くてもなんだろう、おこれそれなりにいいものできてんじゃんってやっぱりいうものが作んなきゃいけない。ミニチュアじゃダメ、やっぱりこう思った時に、お俺もウルトラマン同じ世界に入れるっていうようなものがやっぱり作りたいっていうのがあって、なんだろう、子供の時の基準ってかっこいいって絶対上にあったと思うんですよね。ありますね、かっこいいとか。でそこをもう一度このなんだろう、スペシウムソードで大きなちびっ子たちがこう大人の人たちが蘇ってほしいなっていうのもあったし、で、まあ、僕も昭和40年代生まれなんで特にウルトラマン世代ですし、武器とかスーツとかっていうかっこよさってやっぱりさっき言ったようにこう子供の時のそのかっこよさ、もっとかっこいいとか、そういうノリに近いのがあったんで、他のコンテンツでも良かったのかもしれないんですけども、やっぱりウルトラマンはそれだけ魅力があったんで、まあだからそこでやっぱりスペシウム装備を真っ先に選ばせていただいたと。これを買った人が、まあ、家に飾っとくだけじゃなくて、まあ、特に自分なんかそうなんですけど、家に帰った時にこのスペシウムソードを疲れた時にこう持ってこうにやりにやりしながら疲れを取ってもらえるっていうところを結構想像していて、やっぱりこう男の子っていうか男性なんか特にこう剣って好きだと思うんですよね。そのやっぱりなんだろう、こう修学旅行とか行った時に木刀買っちゃうじゃないですけども、そういうノリがこのスペシウムソードにあればいいなっていうのがあって、まあ、とにかくこう持って疲れを取る所有感的なもの、ちょっとそういうところをなんとかこう皆さんに伝えられないかなっていうのが一番ありました。商売だけに入っちゃうとなんかもうこれ儲かるからっていう話だと、やっぱりまあ人はまあビジネスだけでしか動かないじゃないですか。でこいつ本気なんだなっていうところをやっぱ見せないと、さっきも言ったようにこれ越える山がいろいろありすぎちゃって、多分人ももう動かなくなっちゃうんですよね。だけどなんだろう、やっぱりいいもの作ろうよ、かっこいいもの作ろうよ、さっきみたいに最終的にこれを買ってくれた人たちがこう自分たちの部屋でこれを見ながらにやりとしてくれるところを想像すると、やりたいなっていうかチャレンジしたいなっていうのがあって、そこが今本当に一番のモチベーションになってて、そこにまあ賛同してくれるメーカーさんとかスタッフがいるっていう感じですよね。まあ、金型でやった時も抜けるようには作ってますね。アンダーって言うんですけれども、まあ、引っかかる部分があると金型が取れなくなっちゃうので、まあ、そこはないようには作ってますね。今は何されてるとこなんですか。これ今スリートワークスでデータを変換したところですね。なるほど、はい。で今データの確認中です。それは何なんですか。これはですね、今回トリートワークスで作ったデータを今クリオフォームっていうソフトに置き換えて置いてます、うん、でいただいた一番最初のデータこれですね、これと比べて間違いないかっていう確認を今しようとしてたと思います、うん、まあ、並べてみて、まあ、問題ないかどうか、あとまあサイズを変えてますんで厚みとかこの辺のバランス感ですね、そう持てるサイズにはしてますけど、やっぱりバランスがおかしいと変なものになっちゃうんで、このデータ類は作ってあるんですけど、はい、まあ、この角が
立ててないかとか、あと検証しなきゃいけないなと思ってますね。 3D 作業が完了したら、まあ、その 3D プリンターですとか、その切削機で、まあ、形にするしますね。この間直接金型にもできますので、まあ、この直線がまっすぐそのまま商品として出せるということですね。それだとね、こう金型をで実物で撮ったりしますけど、 3D だとそのままデータで、特にこの今作ってるのだと、もこのままそのままできますね、うん、まあ、こういうラインとかも全部カッチリ、カッチリ再現ができる、はい、サイズを広げたことによって、はい、この辺のバランスとかも変わってきますんで、うん、まあ、それがどう見えるかとかですね。力が加わってこれでグッと形が分かるんですよ。あ、感覚で、すごいですね、うん、これ面白いですよ。この部分を今、はいはいはい、そうだ、うわ、すっげえなこれ笑っちゃうよこれ。いや、すごい、ここのモールドとか半端ないですよね。これ型だと思った。これあれか。さやですね。僕全然気づかなかった。さやですね。これ興奮するでしょこれ。これは本当に僕も。ね、そうか、こう入るのか。すごいな。そうかそうか。これ本当に自分のものになったら最高ですね、これね。いいものを作るためにはそこは妥協はしないぞと。